本日の相場解説ですけれども、ちょっと小ネタを挟もうと思います。私がよくね、急落したり急騰した後に、半値戻しとか前値戻しって言葉をね、使うことがあります。時には3分の1値戻しとかも言いますけども、この値戻しのことを、これ今ね、ご覧いただいている高橋洋一さんがね、デッドキャットバウンスっていう言い方があるんだよっていうふうにお話してくださって取り上げております。で、この考え方ってのは、デッドキャットバウンスっていうね、言い方は私はしませんけども、この前値戻し、半値戻しと全く同じ発想ですんで、この投資の世界にね、いつも流通してる、いわゆるね、常識として捉えてもいいんじゃないかなと思います。ですんで、常識も最初は、迷信から始まったものなんですけども、このね、前値戻し、半値戻しって起きるわけですよ。例えば、暴落した後ってのも、あ、安くなったなと思って、買い手が必ず入って、その分だけ値戻しをしたりとかね。値戻しをすれば、そこで利確をする人がいるから、さらに反対方向に折れ曲がって、ボラティリティってのは、上がって下がって、上がって下がってっていう感じで、トライアングルってものをね、形成するわけですよ。ペナントってやつですけどもね。だから、今後もこのデッドキャットバウンスっていう言い方は私はしませんけども、半値戻し、3分の1値戻し、こういった概念ってのは、断るごとにお話していこうと思います。それが今日のネタの一つ目です。ちなみにね、高橋洋一さんは、ドル円の限界値は計算によると160円ぐらいじゃないのって言われてたこともあって、私の計算と一致するわけですよ。当然ですよね。計算式同じですから。だから、160円を多少超えたのはね、私ね、ちょっと予想外で、これはもしかしたら計算にミスがあったか、もしくは計算で成り立たない世界があったのかな。さらには、知らないところで財政出動があって、160円の均衡はいつの間にか壊れていたのかなと思ったんですけども、そうではありませんでした。161円、162円までが160円前後の範疇に入りますんで、あそこで、急落して値を戻してね、今みたいな価格になるのは、やっぱり当然だったかなというふうに、今、さらに度思い返しているところです。